タイム的にも順位的にも目立たない存在。でも、どんなレースでも必ず最後の一周で順位を上げてゴールする。静岡、浜松昇高時代の伊藤達彦、25、ホンダ、は、そんな選手だった。東京国際大の監督だった大志田秀鶴さん、61、は可能性を感じた。絶対最後まで諦めない。上と下がバラバラのホームだけど、 走り込みをすればよくなる、写真、東京国際大を支えたもう一人のキーマン、いい気持ち、あるです。陸上はあと4年、進学決意、2018から20年出場。伊藤は、調理師の専門学校に進むか就職しようと考えていた。板前さんは、大学を卒業してからでもできるじゃん。君たち中心にチームを変えていきたいんだ。 大志田さんらの熱心な勧誘で、陸上競技をあと4年続ける気になった。豊富な練習量で軸がぶれないフォームを身につけると、大幅にタイムを更新した。大志田さんは、2年ぶり2度目の出場となる2018年の箱根で、2年生の伊藤に花の肉を任せた。今年から使うから、4年になった時にシードを取ってほしい。初めての肉は区間15位。 3年では区間11位、チームも総合17位、15位となかなか浮上できなかった。天気は4年の夏に出場したユニバーシアードだった。ハーフマラソンで銅メダルに輝いたが、日本人選手3人の中では3月の日本学生ハーフと同じ3位。何よりショックだったのは、優勝した東洋大の相沢校、26、旭化成、ラ男女のハーフ代表との意識の差だ。 練習や食事に対する姿勢が自分はまだまだ甘い。意識改革、朝練に一番乗り大会後、伊藤は就寝時間を午後9時から8時に早めた。朝5時過ぎに起きて、ストレッチや走る距離を増やした。大志田さんは他の部員たちに耳打ちした。誰が一番最初に朝練に来るか見てごらん。練習前後、口下手なエースの周りに集まる人数は、 少しずつ増えていった。最後の箱根、伊藤は5キロで相沢に追いつかれた。大志田さんは、重圧をかけるために、相手から見えるところで走ってほしい、と思った。すると、伊藤はぴったりと横に並んだ。15キロの上りで離されたが、檻で追いつき、顔を歪めながらも前に出る。20キロ過ぎに振り切られたが、区間新記録の相沢に21秒遅れの区間に、 流れに乗ったチームは総合5位と躍進した。